阪神タイガース岡田監督、昨年リーグ最多だった失策数を最小に抑えています。岡田監督はどんな指示を出していたのか、そしてコンバートされた中野選手のコメント見ていきましょう。阪神タイガースのエラーの数ですけれども、2022年エラーの数が86で12球団でも最多タイという数字になってしまいました。クライマックスシリーズでもエラーが出て、それが得点につながってしまうとか、課題としてはやっぱり明確だったというところですね。そしてエラーを減らすというためにも、岡田監督が守備位置の固定をしたっていうのは、キャンプの時点でも大きな話題となりました。サード佐藤輝明選手、ファーストに大山選手、セカンドに中野選手をコンバートして、ショートは小畑選手か木浪選手と、内外野ともにポジションはほぼ固定、守るポジションが決まることでバッティングにも守備にも好影響があるという話がありました。守備のエラーが減るっていうのは当然のこと、バッティングでも自分のポジションが決まっているということで、まあ、安定して毎日試合に出ることができると、試合の中でも精神的に落ち着いた状態で出られると、そういった話がありました。そして岡田監督はエラーの数そのものではなく、あるポイントをすごく重視したという話があります。で、岡田監督が改革したあるポイントについて見ていきます。岡田監督は送球ミスを減らすということを重要なポイントに置いていました。エラーの数そのものではなく、アウトにできるボールをしっかりアウトにすると。だからこそまず一番痛いのはスローイングのエラーですよね。いかにキャッチボールからやるか、あとはアウトにできるものを確実にアウトにする。そういうことだと思うので、まず本当に基本に帰ってそこからになる。いろいろなポジションを守ったっていうのも、それも加味されるかもわからないけどねということですね。やっぱりスローイングのエラーっていうのは捕球のエラーよりももうすでに取っているわけですから、そこからのエラーっていうのは基本的にはアウトにできるものが多いと。なのでそういったミスを減らそうと。そしてポジションが変わることによって送球の位置とか送球の距離っていうのも変わってくるから、そういったところも含めてポジションを固定すると。ショートに肩の強い木浪選手であったり小畑選手を守らせて、セカンドに中野選手を回す。これによって送球エラーを減らすという狙いがあったわけなんですけれども、中野選手と木浪選手はここまで無失策ということで、ミスが大きく減少したと、これは間違いないと思います。そして中野選手もセカンド転向を岡田監督に感謝していると、こちらについても見ていきます。中野選手はセカンドに転向ということになって、ショートであれだけ活躍した選手をセカンドに回す、これは中野選手もショックなんじゃないかとか、まあいろんな話があったんですけれども、現状はこういったコメントになっています。守備の結果で見たら良かったと思っています。自分自身もセカンドとショートで正直気持ちの持ちようが違う、気持ちの余裕の持ち具合が違うと守っていて感じます。やっぱり投げる距離ですね。ショートの時は投げることを考えることが多くて、それで捕球ミス、イージーミスが多かった。セカンドになって投げる距離が短い分、取ることに集中できている、ミスは少なくなっていると思いますということですね。もう完全に岡田監督の狙いの通り、中野選手のスローイングの不安というのが解消されたということで、中野選手の守備率の向上というところにつながっています。そして自分の中で守備に不安がない分、バッティングにある程度考えを置ける部分はありますということですね。バッティング目の向上というところにもつながっているということが分かりました。以上です。